申し訳ございませんでした。衣装代は弁償します。それはダメですよ。小さい子がいたらアクシデントはつきものなんだから。私園長に掛け合ってみます。予算の繰り越し金があると聞いてたので。みんなで何とかしましょう。そうそう。じゃあ衣装どうします？俺実は、俺は強くなくちゃいけない。じゃあ強いってなんだ？何のために？誰のために？これ俺が作りました。かわいい。陽介くんが着てた服ですよね。手作りだったんですね。きよー、マリンちゃんはいつもスポーティーでそれも可愛いんですけど。それでできたら衣装手作りしたいです。俺デザインもいろいろ考えてて。すごい、かわいい。ここまで考えてくれてるならやれそうな気がする。こうなったらやりましょう。ワーキングマザーとファザー、力を合わせてどうにかしましょう。ワーキングバーバもいます。これなら私も作れそう。この色の生地家にあるかも。本当に可愛いですね。可愛いものお好きなんですね。じゃないとこんな手の込んだもの作れない。はい、昔から好きなんです。本当可愛い。素敵ですね。子供たち自慢のパパですよ、きっと。僕も。とりあえずの買い出しはできた。あれ、コウスケ。松本くん、この間は急だったのに子供たち預かってくれてありがとう。保育園の集まりの時。ああ、いつでも連れてこいよ。なんだその大荷物、乗ってくか。お前それまだ裁縫してたんだ。松本くん仕事中だろ、歩いて帰るよ。これ陽介のお遊戯会の衣装を作るんだ。かわいいやつ。ごめんな、コウスケ。え？何が？昔、オメガのお前に家の仕事告げるかよって言ったこと。いっぱいきついこと言ったよな。何も知らないくせに家業を継ぐんだっていうお前を、俺が勝手に心配してた。いつか後悔するんじゃないか。もっと簡単で楽な道に進んでほしくて。ああやって言えばお前はビビって逃げ出すんじゃないかって。でもお前は逃げなかったよな。勝手に人の生き方なんて決められないのにな。ああ、そんなこと気にすんなよ。あの後俺が変な頭で学校行ったらみんなびっくりしてたよな。でもそれから急にみんなが認めてくれたというかさ。俺もいろいろ吹っ切れて本気になれたんだ。俺は可愛い乙女の田中君を返せって何人かに詰め寄られたけどな。なんだそれ、面倒かけたな。でも実際大変だったこともあるけど、今の自分も気に入ってんだ。中身はさ、結局同じ俺だから。そっか、めちゃくちゃ可愛いの作ったれ。
お、サンキュー松本くん。俺可愛いの好きって言っていいんだ。みんなが背中を押してくれる。ただいま。たくさんのもので俺の手がいっぱいになって、ああ、こぼれそうになっても遥が受け止めてくれる。一緒に歩いてくれる。おかえり。ただいま。二人なら大切なものを落とさずに歩いていける。遥となら。ちゃんと謝ってなかった。お前にひどいこと言って、はるかの柔らかいところを傷つけた。本当に悪かった。いいよ、大丈夫。僕の方こそ心配しすぎてごめん。お前は何も。俺が意地張ってた。ごめん。こっち向いて。意地っ張り。俺、今は筋トレも好きだからしてるんだ。そうだったんだ。なあ、はるか、キスして。ヒートでめちゃくちゃだるい。力ねえな。オメガなんか使えねえ。早く一人前になるんだ。絶対負けねえ。お前、捨てなくていいんだぞ。可愛いものを持ったままでも。こんなに俺今はるか?歯磨いてるんだって。はい、洗ったよ。歯磨きちゃんとするんだよ。終わったら2階においで。待ってる。
はるか。さっきは急にごめん。いいよ。俺も同じ。我慢しまくってた。はるか。俺、もう思い出せないんだ。お前と出会う前の自分はどうやって来たのかを。多分昔は一人でどうにかしてた。でも今、俺が頑張れるのはマリンや陽介、お前が、はるかがいるから。お前のために変わりたい。ずっと一緒に笑っていられるように。愛してるよ。泣かせてばっかでごめんな。いつもそばにいてくれてありがとう。何回喧嘩しても何回でも仲直りしよう。うん、何回でも。その度にきっともっとお前のこと好きになる。来いよ、はるか。少し長い髪、肩の厚さ、背中、温かい唇。そうだ、すぐに思い出せる。慣れ親しんだ、俺にぴったりの、俺だけのつがい。はるかの温かさも暑さも知ってる。仕事や家のこと、たくさんのやることが毎日あるけど、全部みんなと、はるかと笑って暮らすため。そのために俺の毎日がある。たった一人のつがいを、はるかを受け入れられる自分でありたい。はるか、大好きだ。糸をこうやって引っ張れば。おお、ここってどうやって縫い付けるの？そこはこっちから針を通して。田中さん、ごめんなさい。今日も見てくれてありがとう。そろそろ歯磨いて寝ようか。あ、うん。あれ、なんで赤くなってるの？皆さんは寝る前にいつもしてることありますか？ぜひコメントで教えてくださいね。あ